はい、インディーズバンドルブさんのリーダーコートボーカルのランです。はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。はい、ということで、はい、僕らですね、いつも好きなアーティストについて語ったりとか、はい、まあ自分たちのライブ告知、ライブ今ないですけどね、まあいろんな告知とか、まあいろんなことを動画にしておりますので、はいはい、よければチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いいたします。はい、ということでこの動画はですね、はいはい、森口博子さんについてですね、この前やったじゃないですか。そうそう、意外と反響、意外とっていうか結構反響あって、びっくりしたんですけど、で、まあ、その中のコメントでまたリクエストがありまして、はいはい、森口博子さんのスピードという曲があるんで、それを聴いてください。ほう、スピード、うん、でこれ正直すみませんけど僕も知らない曲です。ごめんなさい、私もスピードっていう曲わからへんわ。当時俺いくつやったから、 森口博子さんが全盛期の頃って僕まだだいぶ若かったですよね。だいぶ上やから高校生ぐらいいっちゃうかったかな。1980年代とかですかね、うんうん、この方活躍されたのが、うん、で90年ぐらいからわーっとバラエティ出だしたんちゃうかな。なんで、まあ、まあそこまでその森口博子さん聴いてたわけじゃないんですけど、まあスピードという曲がいいのに聴いてくださいということで、まあ今回2人とも知らないんですけども聴、はい、いてみようと思います。はい、これがまた、93年のライブっていうのがありまして、おお、93年、はい、その映像をですね、聴、はいはい、いてみたいと思います。はい、はい、ではポチッとなー。3年か、小学校1年生の時やな、確か。え、全然変わんないですね。まんまっすね。ねえ、なんかむしろ今の方が綺麗ちゃうかなっていうぐらいですね。僕は個人的に今の方が好きです、うん、時代ですね。ソバージュ、うん、ソバージュの髪型、わ、今の方が綺麗だな、うん、正直。うわ、やっぱ歌唱力もともとすごいですね、うんうんうん。あ、でもこれ今見て思ったんですけど、トシちゃんの時と一緒で結構動き激しいじゃないですか、うん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 、まあ、そこまで踊りっていう踊りじゃないですけど、でもこの動きながらこうやって歌唱できるってやっぱすごいな、この当時のアイドルは。あー、でもまあ全然ブレないですね。ブレてないですね、こんだけ結構ここからちょうどってやってますけど、うん、よく動きますね、よく動いてますね。こうステージ全体使って、全体端から端までステージ使って、ね、うんうんうん、ちょっとなんか息切れたりするもんなんですけども、こんだけ動いてると低音の安定感半端ないな、うん、この人。あ、低音ですか。低音のところが、うん、低音のところ潰れずに綺麗に前に出てるのがすごいなと思って。もうすごいもんね、こうやりながら歌うわけでしょ。でもなんかそのいつもトシちゃんについて語ってますけど、うん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 、ちょっとそれに近いのはあるんかなとか思ったり。でもなんかもう一言こう、この人の歌うスタイルを表したらすごい楽しそうに歌いますよね、うんうん、だから歌うことがすごい好きなんだろうなっていうのが見ててすごい伝わってくるんで、すごい清々しい、爽やかですね、うん、声が、うん、やっぱり低音と高音がこうやっぱりどちらもしっかり出てるところがめっちゃ聞きやすいな、うんうん、なんか女性でやっぱり低音の部分って結構不安定になる方が多いので、特に特にこの動きながら低音を歌うってめっちゃ難しい、ね、うん、だから音程がなくなってしまって結局声が潰れてっていう方が結構多いんですよね、うん、意外とこの歌むずいと思いますよ。だったら低いとこ低いし高いとこ高いしっていうのがあるんで、そうですね、めっちゃ歌唱力がないとなかなかこう綺麗に歌い上げるの難しいだろうなっていう。
いやめっちゃタイプですわそれはどうでもいい、それはどうでもいい情報、それはどうでもいい情報ですよね、確かにね、まあ、おっさんなんでね、まあ、まずそこそこから入るんでうわでもすごいですね、あの天のね、いや私はまずそこがこう結構、うん、印象的でした、ね、なんか高音とかサビのところに行きがちですけど、この人のやっぱりこう低音の安定感はなかなか女性ではないですよ、言ったら。で意外とそのなんでしょう、うん、あまりライブ映像って見たことないんですけど、うんうんうん、その今のこの映像を見る限りでは、うん、結構踊り的なもんも激しかったりしますね。激しいですよね。アクションが、うんうん、まあそのなんていうの、トシちゃんみたいにがバッチリ踊りじゃないんですけども、うん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 、その一個一個のアクションが結構大きいから、うん、まあでもあの会場の大きさを把握してどんだけこう動いたら見栄えがいいかっていうのを、うん、ちゃんと分かってステージングされてるので。うん、あ、初めて見た、ライブしてる映像、ね、こんな感じなんですよ初めて見た。で、へー、あんだけ端から端まで、まあ走りながらとか、うん、でまあ足上げたりとかもしてるし、うんうん、でそうしながらやっぱりその歌唱能力を保ちながら、うんうん、あやってるって、やっぱりこの当時のアイドル、まあ結構でも能力的に高い方じゃないかなって、すごい練習してはると思いますよ、ね、うん、人前に出てもちょっとこうね、うん、ブレないようにっていう感じがね、まあ今のアイドルが練習してないわけではないんですけど、うん、それをこう今はどっちかというと人数で勝負っていうところがあるんですけど、単品でしょ、単品でバックダンサーもおらんような状況で、たった一人でなんかコンサートホールぐらいの広いところでああやってね大きく見せながら歌ってっていうのはまあ圧巻ですよね。この当時の踊りってだから結構アクションが大きいですよね、うん、大きいですね、あの振り幅というか、そう、身振り手振りが、身振り手振りが大きいって、うんうん、今ってどうしかというと細かく小刻みで速い、ダンスが多いのかな、うん、まあ僕の感想ですけどね、まあ、小刻みもそうですけどやっぱり数んで見せるっていうところをこれ一人やってるんで、うん、バンドはもうステージの裏に行っちゃってるんで、うん、でほとんど見えてない状況なんですよ、ステージの見たら真ん中に一人、そうやってみる、いや怖いで、やりたくない、やりたくないまあ孤独感たるや、もう俺ら5メートルぐらい離れとくから本当にそういう時ってね、なんか楽器やってる人って得やなって思いますよ、後ろ行こうが前行こうが別にどっちでもいいわみたいな、そうそうそう、照明落としてもらってこっち楽器こうやっていやいや、もうしかもスポットライト浴びてやってるわけでしょ、で観客の状況ってスポットライト浴びると見えづらいんですよ、そうそうそう、光が強すぎて、うんうんうん、やのにちゃんとこう煽るとこ煽ってとか、まあまあすごいわ、これほんまなんですけどね、本当に見えないですからね、観客の全く見えないです、真っ白です、僕らも今年ですかね2月に結構1500人ぐらいのところでやったんですけども、はいはいはい、全然見えなかったですね、見えないですね、なんかもうどういう反応されてるかもよくわからないけど、とりあえず身振り手振り大きくシャーみたいな感じでやってたんで、この人ほんま見えたのちゃうかっていう感じですよね、見てたらね、もうだからもうこれ慣れというか練習というか、まあ数半端なくこなしてはるんだろうなっていう感じはね、だからこう前ね見たやつがすごくしっとり歌ってるイメージがあって、うんうんうん、エターナルウィンドね、そう、はい、でプラス最近まあ歌唱する場面ってテレビで見るとき大体しっとり歌ってる歌のことの方が多いんで、こんな躍動感あふれる感じ見たらすごいなと思いましたね、また違った一面っていう感じで、だから能力的にやっぱり体力もやっぱすごいと思いますよ、ね、だって未だに体型このままですからね、どこも何にも変わってないですよ、むしろこの当時細いんちゃうかって思いますけどね、今の方が多分スタイル的には良くなってるかもしれないです、ね、うん、足も棒やないですか、この時はこう若さゆえのこう張り感だったりとかっていうのがあるんですけど、今の方がね色白いですし綺麗ですもんね、肌つるやし、つるやしね、うん、何をしたらこうなるんでしょうね、もう生まれ持っての能力ですよ、生まれ持ってのもんですよ、能力ですか、まあまあある程度努力もあると思いますけど、まあ、あるんですけど元が良くなかったらね、でもこの森口博子さんって結構ストイックかもしれないですね、僕の予想ですけど、うんうん、全然その性格とか全然知らないんですけど、なんかそのラジオとか、はいはい、テレビとか そのコメントとか、はいはい、なんかそういう喋り方とかなんか見たら、なんとなくこの人結構そのこういう音楽とか舞台に関してはストイックにやってらっしゃるんじゃないかなという感じましたね、なんかのどっかの何の雰囲気か分かんない、ちょっとこれ言葉で言いにくいんですけど、はい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 、なんかこの人はストイックやな、なんかちょっと聞いた話によると結構潔癖症っていう話は聞いたことありますね、神経質なところがあるのかなっていうのは、まあ、でもありますけど、ね、完璧じゃないですか言ったら、多分こう追い求めるところのレベルが
すごい高いんで、なんかこう完成されたものっていう感じですよね。まあ私はどっちかというと完成されたらもう人間臭い歌い方する人間なんで逆にできないからこそ、うん、わあすごい完成度超高いじゃんみたいなのを聞いて思いましたね。さっきね、森口博子さんのスピードっていう、まあ今曲聞いたうんうん、うんじゃないですか。さっきゆきさんがスピード言うからあのスピード歌ってんのかなと思ったんですよね。グループの方ですね。果てしないの方ですね。バリバリその世代なんで、私まずそっちの方がパーン出てきて、あでも歌えると思いますよ、ね、いけそうな、なんか聞いてみたら、あ、でもなんかモノマネでひょっとしたらやってるかもしれないですね、過去にね。そんな映像残ってたらあれですけど、この人にとっちゃもうさらっといけそうですけどね。高いのも低いのも全然余裕で出せますし ね、この人ね。だからまあそういうなんか本物のスピードのスピードも、うん、スピードのスピードえスピードもあれはホワイトラブやったっけな、うん、何やったっけな、もうなんか、うん、なんか森口博子さんバージョンとかね、あれば聞いてみたい。全然いけると思いますよ、うん、何やったらね。あんまりそのまあまあ普段生きてて森口博子さんの音楽に触れるっていうことはまああんまりなかったんです、正直ね、うんうんうん、で最近ちょっとこう、ね、まあ動画で扱うようになって、ちょっと興味を持って聞くようになったんですけど、まあ、ふとした話の流れでね、そうなんですよ、森口博子さんのこういう歌あるんだよみたいなんで、なんかアニソン、うん、なんかモノマネ芸人の話からなぜかアニソンの話になって森口博子さんが出てくるみたいな感じ。たまたまそうだったんですよ、なんかの話の中で森口博子さんの話が出て、それで動画にしてみようかって言ったもんな、うんうんうんということで ね、まあ、今回2回目で森口博子さん扱いましたけれども、うんはい今回はねあのスピードというね、はい曲で、はい1993年のライブの、はい、若かりし頃の映像、はい、でも全然変わってないよね。全然変わってない、綺麗はい、僕たちも変わらず、できるように頑張りますんで。そうですね、はい、ということで、この動画は終わりにしたいと思います。はい、皆様もしよければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます、はい、ではでは。では時間になりますので、はい、ありがとうございます。